いらっしゃいませ。ようこそ、やぶしまんへ。こんなに緊張して卵焼き作ったことないですよ、私。思ったよりいい感じ。こんなまさか、かぼちゃの煮付けを作ってるところを映像にね、残るとは思っていませんでしたよ。めっちゃ美味しそう。このままでも食べたい。大きいお魚さんをさばいていきたいと思います。